いっちゃん入っておいで。皆さんこんにちは。今日は台湾製の充電式インパクトレンチ MS-05、はい、それの紹介をしてみたいと思います。これがですね、なかなかの優れものなんです。中身はこういう感じです。まずですね、本体です。充電器です。バッテリーです。18V の 1.5A、リチウムイオンバッテリーです。これがセットで、Amazon ではね、3万3000円ぐらいで売っています。はい、これがですね、本体ですね。で、バッテリーが、はい、こういう形でね、外れます。で、これをこんな形で本体にセットして、はい、バッテリーは満充電になっています。で、ここ LED のね、ライトがつきます。マキタなんかと違ってね、押してる限りずっとついてます。で、ここパワーをね、3段階で切り替えられます。で、これがハイ、もう一遍押すと、ミドル、そして3回押すとローということになります。で、これが晴天逆転のスイッチですね。こっち押し込むと、緩めるとき、はい、これローですね。これがミドル。なかなかパワフルでしょ。そしてこれがハイ。トリガーの感じはですね、2段階って感じかな。これが半分ぐらい引いた感じで、引き切るとこういう感じですね。で、ここ。こちらが、晴天ですかね。はい。中間にやると、ストッパーがかかるという感じですね。こちらがね、マキタの、TW300D です。それとね、大きさを比べてみたいなと思います。大きさそのものはね、あんまり高さは変わらないかな。バッテリーがね、マキタの方が大きいので、その分背が高くなってますが、重たさはね、くちゃ軽いです。1.3 キロかな。マキタの方ですけれども、1.5 キロほどで少し重たいですね。まあ、バッテリーつけると、こうバッテリーが6アンペアなんで、結構マキタの方はずしりときます。回転もこういう風にトリガーで自由にね、調整できますし、ほら、オートストップを効かすこともできるし、打撃の段階は晴天逆転それぞれ1から4までのモードがあります。どちらもね、ブラシレスモーターですけれども、まあ、マキタとね比べてしまうのはちょっとかわいそうかなというふうに思います。でもね、値段がね、マキタのことを思えば半額以下ですので、優れてるような気がしますね。マキタの、インパクトレンチ TW300D との比較でした。はい、
では実際にね、使い心地をね、この実力を見てみたいなと思います。はい、外へ行ってみたいと思います。じゃあ、その前に、バッテリーをね充電しておきたいと思います。はい、充電開始になりました。じゃあしばらくね、充電しておきます。充電開始から30分経過で、青いランプがね、ゆっくり点滅してます。 80%、充電完了の合図らしいです。この青いランプが、早く点滅しだしたら、満充電、だいたい40分で充電完了ということです。よっしゃ。まずですね、ジャッキアップをしてみたいと思います。どんどん緩めていきますね。じゃあ締め付けてみますね。よし。はい、では、締め付けたいと思います。普通車ですから、スピードはミドルで、最後トルクレンチで規定トルクに、なるまで増し締めをして終わりたいと思います。りっちゃん、切ってや。こう閉まってないの？りっちゃん、ちょっと。はい、増し締め完了。パンタ、ジャッキを下ろします。ハイスピードで、邪魔ないよ。
はい、終了。はい、終了です。はい、タイヤローテーション終わりました。皆さんありがとうございました。